ペットのアイテム紹介。はい。じゃあ、はい。じゃあブーツ持ってっから、ブーツから紹介しようか。ブーツは、うん、エッチってモデルなんですけど、比較ノースウェーブ、ノースウェーブ、ノースウェーブのブランド で、うん、で比較的柔らかいの履いてます。柔らかそうな動きしてるもんねなんか柔らかくないとちょっとは踏めなくて板に。柔らかめが好き。柔らかめが好きですね。まあそれでもめちゃくちゃ柔らかいってわけじゃなくて、ミディアムよりちょっとソフトみたいな感じのモデルのエッジってモデル使ってます。よく締まって締め分けもできるし、上と下で。へえ。よく最初は引っ張るやつだ。そうっす。これはなんか上と甲の部分とこの上の部分、上の部分、常の部分か分けられて、なんか初めはやっぱ硬いんで、ここの部分、すねの部分をちょっと緩めにして足の可動域持たせつつ、徐々に使っていくごとに締めていくって感じで使ってます。はい。まあまあシーズン通して 1年はしっかり持つブーツですね。とどっちから紹介する？ビンディング。ビンディング、でもこれビンディングすごい諸事情にちょっと昔のビンディング使ってるんですけどいいじゃん、まあ、そういうのリロードっていうモデルで、これも結構柔らかいモデルです。あ、じゃあ柔らかい柔らかいなんだ、セッティングは。そうですね、ブーストビンディングは基本柔らかいので、やっぱ可動域重視でやってるっすね。の方がやっぱ板の上自由に動けるんで。確かに。すごくリロード、まあリロード形自体あんま変わってないんですけど、来機がちょっと変わるんですけど、まあそんな感じっすね。で、板は？板が最近長くしてラッキーっていう、ラッキートゥースブラッシュっていう、長えな名前。はい、なんかっていうチームのモデルで、どこだっけな、イタリア、そっちの方で歯ブラシ。なるほどね、トゥースブラシ。はい、トゥースブラシ。でこの板も55で結構比較長いんですけど、55ですごい太くて、なんか基本太い板好きで、前回使ったのが48だったんですけど、55に伸ばして伸ばしすぎじゃない7センチ伸ばしたら、やたら地形とか調子よくなって、ジャンプも調子よくなって。そうなんだよね、はあ、すっげえいいっすね。俺も知ってる知ってる、うん、やっぱり長い方がね楽、長い方がねすげえいい、耐えれるよね、いろいろで、なんかやっぱり太いから、なんかこれ結構 山寄りっていうか、まあ全部オールマウンテンみたいな感じなんだけど、太い分ジブとかめちゃめちゃ安定するし、踏みやすくなって、まあなんかでもスピンアウト系がちょっと長い分飛び回ししづらいかなってちょっと思うけど、それも慣れれば全然楽に、余裕ですね。とりあえず太くて長くてジャンプもめっちゃ安定するし、すげえいいですね。まあパウダーとかやんないですけど、多分浮く超適当、多分浮く浮くと思えば浮くからね、浮くと思えば浮く、地味にディレクショナルだし。へえ、そうなんですよ。なるほどね、って感じですね。プットのそのウェアは、ウェア、これは AA のやつで、はい、ブラウンラッツ、私がデザインした、はい、デザインしたモデルになります。パンツもだ、パンツもですね。へえ。自分で書いてデータを起こして頑張って作りましたやるね。はい、作ってもらってありがたいですね。あとなんかある？ あとセッティングとかですかね。あ、セッティングどうしましょう。セッティング角度、角度は6-3。お、結構まっすぐだね。そうですね、なんか振りすぎると、なんていうんですか、ここ遠くなるじゃないですか、エッジなる、がなんか嫌で、なんか俺結構細かい動きするんで、よくエッジとかすげえ乗るんで、なんかそっちの方がなんかエッジに乗りやすいんで、細かい動きやりやすいなっていうので、あんまり振らないようにしてるっすね。じゃあプットっぽい動きしたかったら00にしろと。そうですね、ゆくゆくは00でも、00はちょっとなんかさすがに違和感があったっすね。-3+3？ -3+3でも、ストリートは -3+3でやってるっすね。あ、そうなんだ。そうそうっす。へえ、内股野郎だ。-3+3、え、3だったら内じゃないっすよね。大体まっすぐっすね大体まっすぐやっぱこれディレクショナルなんで、ちょっとこう
気持ち、うん、前向けるようにね、気持ち前振るっていう、うん、基本は振らないスタイルでやってる。スタンスめっちゃ狭いけど、どんぐらいなの？これ50ですかね。これ50っすね。最近測ったら50だったっすね。そんなに狭くないんだね。板が長いからそう見えんのか。そうですかね。でも50結構割とちょっとみんなより狭いぐらいですね。だよね、うん、なんか板踏めるし、単純になんか流行りに乗っかるっていう浅はかな気持ちですね。あ、いいと思うって感じ。でもなんか狭い方がなんか踏めるし、まあ安定はしないのかな。でもただなんかすごいスピンとかなんかその辺なんかすごいパークは調子よくなったんですけど、うん、なんか狭くなったらなんかインディとかメランがなんか遠くなったんですなんかこうめっちゃしゃがまないといけないからね。めっちゃしゃがまないといけないからね。確かに。ですかね、そんなもん、はい、あ、 あとクラブグラブ、これすごいこの貼り方めっちゃ調子いいです。あ、はい、ワンフットするときにこのね、はい、全然暗く映ってないですね。あとで色いじってみるわすごいいいですね。もうです、僕寒いんで、はい、映ってないもん、映ってない、ね、せっかくのサンダルがこんな感じですね。ありがとう。はい、感じでよろしくお願いします。はい